一心同体の意味を掲げました。一方の愛媛 FC、 今日はセカンドユニフォームを着て戦いますが、スローガンは原点回帰です。今愛媛ボールでキックオフがされました。村田が最終ラインから長いボールを前線に蹴り込んでいきます。うまくつないだ馬場、山本でうまくターンをした。今度は佐藤雄平、佐藤から左サイド抜けて小池、切り返しをかけてシュートに行った、決まった。対愛媛3年連続ゴール、小池純喜、古巣への恩返しゴール、今年も健在です。この一連の流れも良かったですよね。まあ、ここでうまく佐藤選手が前を向いて、でドリブルで仕掛けながら小池選手を使う、で小池選手のこの切り返し、まあ、これも絶妙でしたよね。まあ、ここで相手を完全に外して、でシュートは逆サイドのギリギリポストのところ。まあ、北九州時代も含めてボランチでのボール出し能力も本当に磨いている選手です。ワンタッチで佐藤がうまく右サイド流していきました。若狭、さあここから若狭逆サイドを見た、で小池胸トラップからシュート、決まった。今日は2点取りました小池純喜。この後ですよね、まあ、これ一番奥を見ましたよね。まあ、ただなんといってもここの胸トラップからのシュート、まあ、少しゴールの枠を捉える素晴らしいシュートでしたね。まあ、小池選手の素晴らしいゴールでした。前半はもうこの小池純喜ショーといった感じの前半になりました。今後半のキックオフの笛が鳴りました。佐藤雄平逆サイドを見る、福村グランダーを通していきますが、おここで山本にヒット、こぼれ球よく詰めていました。ベルディ3点目。でここ、まあ、クリアミスになってしまいましたけれども、まあ、ここに山本選手が詰めていたことで生まれた得点でもありますね。最後のところキーパーも出てきて、まあ、コース、さあここからドリブル開始、裏を取っていく、さあまた小池が行く、小池から中段シュート、橋本でした。決定的なチャンスでしたね。168センチの70キロ、ここは小池選手から来ると思ってたと思いますし、カメラワンタッチで左サイドにつないでいきます。内田がこのボールに追いついていく、中には2枚入ってきて、吉田真希と、吉田真希と2回打ちましたが送りましたよね。梶川選手はこれ戻ってるんですけども、ここギリギリ戻っているがゆえに届かないんですよね。まあ、ここをうまくここにボールを落として、吉田選手がフリーで最終ラインまで戻します。あとは時計の針を進めていくのみ。あとはここでタイムアップの笛です。2021年